はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は23年京都強化&考察、ポジション別強化予想スタメンなどやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、今年も、J1 で戦う京都でございます。昨年プレーオフ、いやなかなかに熱いものを見せてもらったんですけども、さあ、今年の京都、今シーズンも残留争い、これにちょっと巻き込まれる可能性も、ゼロではない。しかしやっぱ昨年1年間、J1 で戦った経験というのは他のクラブ、まあ、昇格してきた、他のクラブにないものというところでございますので、まあ、新潟そして横浜 FC、 この辺が、ね、もしかしたら、ライバルとなってくる可能性もありますが、京都サンガには昨年1年間戦ったそこの自信というものがあると思うんで、そこはやっぱりね、強みと思いますんで、さあ今年の強度どうなるか予想していきましょうということで、こちらメインチャンネルですね。メインチャンネルの方では J リーグが売られている九州勢を中心として動画を作っておりますけど、まあ、こんな感じで J リーグ全般の話をしていくこともありますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょうかね。まずこちらシーズンプレビューということで、一応こんな感じで今回見ていきます。まあ移籍のまとめ、まあ移籍に関しては前回別の動画でもやっていますんで、さらっといきます。で予想スタメンと、あとはポジション別の評価、そして今季注目選手、そしてまとめという感じでやっていこうと思っているんで、最後までよろしくお願いいたしますということで、まずこちら移籍のまとめということで、こんな感じですね。で、ゴールキーパー、ハン選手ですね。獲得ということで、個人的には若原選手の活躍というのが見たいなと、京都の中では思っていたんですけども、ただ、やっぱりこう、長期で監督の中で、上福本選手の穴というのは、まあ、既存の選手で埋めるよりも、他の選手で埋めようという考えなんでしょうかね。この、バルネル・ハン選手ですね。獲得ということですね。そして、あとは伊予葉選手の獲得もありましたし、木下選手の獲得など、まあ、昨年に引き続きですけれどもね、J2 勢からの中心、補強が中心となったわけでございますけど、さ、そんな中でこちらでございますけれどもね、ポジション別の評価、S から D って書いてますけれどもね、一応左に名前出しておりますが、名前の横に赤いマークがついている選手は新加入選手ですね。で、あと全員名前は出しておりません。まあ、新加入選手、まあ、新卒選手かどちらかというと、新卒選手であったりとか、昨シーズン出番が少なくて、なかなか、ポジションの把握が難しい選手に関しては、今回名前を出しておりませんので、そこはよろしくお願いいたしますと。いうことになってきますが、まあ、ゴールキーパーに関しては一応ね、3人ほど名前出しておりますが、もうここは横一線の争いでしょうね。まあ、キャンプどういうふうに、過ごしているかというところになってきますが、なかなか、でもやっぱ上福本選手の穴というのは埋めるのは難しいと思います。まあ、それぐらいやっぱ昨年スーパーな、活躍を見せたのが上福本選手というところにはなってきますんで、ほんと横一線。まあ、横一線だからこそで、これは、まだまだわからん。まあ、選手のモチベーションも一番高いところのポジションにはなってくるんじゃないかっていう感じで思ってますけどもね。で、ディフェンダーに関して B 評価ということで、別に昨シーズンに関して失点がね、多かったわけではないんですね。まあ、むしろね、まあ、少なかったというか、まあ、特別多かったチームではありませんし、まあ、今年に関しては浅田選手とか、井上選手、この辺がどんだけやることができるかどうか、まあ、浅田選手はサイドバックでの起用の可能性もゼロではないと思いますけれども、ただ左サイドバックのところは伊予葉選手とか、三沢選手は候補として入ってくるんじゃなかろうかと、まあ、伊予葉選手も三沢選手もセンターバックもできる選手にはなってきますんで、まあ、三沢も伊予葉選手も、ね、昨シーズン、3バックのチームでやっているんで、この3バックのチームでやってきたことというのは、この4バックのチームではどういう風に活かされるかというのも、まあ、ポジション含めて注目ですよね。そのままね、4バックのセンターバックに収まるのか、それとも4バックならばサイドバックやるのか、はたまた3バックを京都がやってくる可能性もゼロではない。この辺のちょっとね、京都のフォーメーションに関してはいろいろ調べたんですけどもね、あんまり情報がなくてっていうのがありますんで、一応僕の勝手な、まあ、昨シーズンベースの、形の予想にしてますが、一応4-3-3で考えてはいますけどもね。で、あとは中盤ミッドフィルダーは B 評価ですかね。まあ、なかなかね、J2 で活躍していた選手、まあ、もう平戸選手に関しても、八千田選手に関しても、中盤に関しては、この2人はもう J2 ではやることがないというか、もう十分ね、J2 では実績も残したし、多分今年 J2 にいても、まあ、昨年
年と同じぐらいの活躍というかそれ以上の活躍できたかもしれませんので、まあ八千田平戸選手この辺に関してはもう十分 J1 でやることができる。ただしやっぱり J1 での実績というのがまだない選手にはなってきますんで、いきなりこれで A 評価とかするのは難しいんだけれども、しかしまあそんだけのやっぱねポテンシャル高いもの持ってますし、昨年 J2 で見せたもの、それをしっかり京都で見せることができればね、これ十分評価としてはまあ A 評価与えてもいいんじゃないかと個人的に思うところにはなってきますんで、まあ本当平戸八千田がどんだけ J1 でフィットすることができるかどうか、まあただチャンスは増えそうですよね。この八千田平戸をどこで使うかにはよってきますが、まあ、昨年京都でボランチ、昨年栃木でボランチとか、まあ、中盤でプレーすることが多かった八千田選手になってきますんで、まあ、このボランチインサイドハーフのとこでの起用か、それとも3、まあ、トップの一角なのかちょっと分かりません。まあ、ね、平戸にしても八千田にしても3トップの一角としても使うことは十分可能なんでね。で、まあ、八千田とやっぱ平戸選手がいることによってこのチームは全体的になんかチャンスが増えそうなイメージは勝手にはありますけれどもね、なかなか昨年ね強度の中盤ってやっぱ硬くてしっかりボール奪って、まあ、90分間走り切るみたいなことはできるんだけど、まあ、中盤の選手からこうチャンスが生まれるというのが、まあ、他のチームと比べると比較的少なかったイメージがありますんで、この真ん中中央からチャンスを作るという意味では平戸選手ここにはね相当期待したところにはなってきますよね。まあそもそもね本当八千田選手にしても平戸選手にしてもどこで使われるか問題というのがありますんで、このポジションというのもちょっと注目のところにはなってきますね。であとフォワードね、フォワードに関してはこれも横一線って書こうとしたんでしょうね。これ何一線とか書いてるの、これここもなんとか一線の争いって書いてますけど、これで横一線って読むんですかね。なんか変換ミスってますけど、まあここも横一線でしょうね。まあ誰がレギュラーポジションを取るかどうか、まあ J1 の実績でいうとパトリック選手が1枚抜きに出ている感じがしますが、ただやっぱ実績だけでねこれは、勝負するそんなチームでもありません。本当にねチームにフィットしてしっかり結果残せる選手を長期で監督は使ってね来ると思いますんで、ってことで考えると、まあ、昨年 J2 で2桁ゴールを決めた木下選手がいて、で、まあ、一味選手もやっぱこう、ね、並々ならぬ思いで帰ってくると思いますんでね、この辺もいますしねっていうのはあるんで、特にセンターフォワードのところはねどうなるか分かりませんが、ただ何にしてもやっぱこんだけの、ね、フォワードの選手がいますんで、やっぱり燃えるものありましょうし、そして逆にウィングの選手ですね、ウィングの選手に関してはこの高さ強さがある前線のフォワードの選手、ワントップの選手にどんだけボールを供給することができるかどうか、特にクロスの質というのは相当ねこれは求められてきそうな感じがしますよね。まあ最後やっぱヘディングで決めるとか、まあ、高さ、まあ、空中戦でしっかり勝ってそこから、ね、決めきるみたいなところが一つ狙いにはあると思うんですけれども、まあ、何にせやっぱ、ね、ワントップの得点力とあとウィングの選手がどんだけ、ね、クロスを上げきることができるかどうか、まあ、ここはやっぱ一つ、ね、強度が今年、J1 残留を目指す上では大事なポイントにはなってきそうな感じがしますんで、まあ平戸八千田どっちか、ね、ウィングで使うとこれはまだ、ね、昨年と違う味が出せる感じがしますんで、本当平戸八千田がどんだけ攻撃を活性化できるかどうかというのは本当に今年重要なポジション、なんなら本当ワントップのところよりも平戸八千田の活躍というのがまあチャンス構築率を増やすとねいう意味でも重要な感じはしますけどもね。はい、そしてまあ今季注目選手で言うと何回も名前出してますけど、やっぱ平戸選手にはなってきますね。まあもうどんどん J2 でもやることないです、この選手に関してはもう J2 でやることはなくなってしまったんでね、ってことを考えると今度 J1 でどんだけで成績残すことができるかどうか、まあ鹿島の時はねほとんど試合に絡むことなくまた町田にサイレンタルでっていうのがありましたんで、今年こそね J1 でその力ポテンシャルというのを発揮してほしい選手にはなってきますし、本当ねこの選手がしっかり力出し切ることができれば海外でもやれる選手と思いますんでね。で本当に、ね、過去の悔しさこれを晴らしてほしいところにはなってきますしね。でその時しっかり、ね、パフォーマンス見せることができれば京都の残留も十分これは、ね、繋がると思いますね。で本当今の京都にはいないタイプ、まあ、得点とアシスト両方で活躍できそうな、選手期待できる選手というのはなかなか京都にはいない、本当ね中盤バランスが取れる選手は多くいるんだけれども、こう、まあ、平戸選手みたいな決定的な、まあ、仕事ができるオフェンスセンス面で決定的な仕事ができる選手というのは少ないチームには京都はなってきますんで、本当平戸選手の獲得というのは素晴らしいものになったと思いますしね、そこはしっかり結果残してほしいところでございますけどもね。はい、
そしてまとめというところでも、正直な話、残留争いに巻き込まれる可能性は高いと思いますが、しかしまあ J2 でしっかり結果を出した選手は揃っておりますので、まあ簡単に落ちるチームではないかな。やっぱりこうね、今年の順位予想とかしていく中で、まあ京都を最下位に予想する方とかね、下の方に予想する方々、まあ僕もそんな上の方には予想はしてはいないんですけれども、ただ本当今年に関しては1チームしか降格の枠がないですし、まあ簡単に落ちるチームではないというのは、やっぱ僕もそこはね思っていますので、本当ね J2 でしっかり結果を残した選手、まあカテゴリーが違えど、まあね結果を残した選手が多いんで、ね、そこはやっぱり期待したいところでございますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上、プラプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ、教えて教えて。